広島に原子爆弾が投下され78年目を迎えた今日、広島から持ち帰られた火が灯され続けている福岡県八女市で平和記念式典が開かれました。八女市星野村にある平和の広場では、広島に原爆が落とされた午前8時15分に合わせて犠牲者への黙祷が捧げられました。平和の広場では星野村出身の故山本達夫さんが被爆地広島でくすぶっていた火を回路に移して持ち帰り、78年が経った今も平和の火として灯され続けています。確かに明るい光を放っているのに、世界各地では争いが絶えません。参加した人たちは核兵器廃絶と戦争根絶のシンボルとして火を灯し続け、平和を訴えていくことを誓っていました。